おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ジンギスカンを購入いたしました。今日用意したのは生ら厚切りジンギスカンなんですけど、4袋合計ね 1600g こちらございます。で、お野菜とかあと向こうにね、ご飯を炊いてあるので、それと一緒にね、今日は食べていこうと思っております。ただあんまりね、ジンギスカンって食べたことがない。ジンギスカン用の鍋とか持ってなくて、今日はね、このホットプレートなんで、ちょっと作り方合ってないと思うんですけど、そこはね、突っ込まないでください。わからないなりに、なんとなく、やってみたいと思います。さあ、作っていこう。よし、作るよー。これ、ホットプレート温まったかな、これ。だいぶ温まってきたかな。うん。そしたら、油引こう。油ねー。はい、とりあえず、一回玉ねぎちゃんで。なじませてと。で、お野菜全部投入して、はい、真ん中にするの、これって。ホットプレートどうやってやるんですか。ジンギスよいしょよいしょ、これ入れちゃいますよ、これ。いや、うまそうだけど、ジューって言わないからな。なんかそこだけがもったいない。いや、僕のせいなんですけどね、全部。はい、これで全部。これすごいな。僕勝手にこの薄切りのね、ラム肉みたいなのを想像したんですけど、超一枚一枚分厚い。めっちゃ分厚いな、これ。めっちゃいい匂い。お腹空いてきた。やべえ、これ絶対うまいやつじゃん。今日またね、今回の袋、お肉がね 300g で、タレが 100g で合計 400g なんですけど、タレがね結構入ってるんで、これ野菜にも染みてめっちゃうまそう。ヘイ、火が入りました。こんな感じ、うまそう。はい、このジンギスカン最高にうまそうでしょ。もうめっちゃいい匂いする。ちょっとね、タレは入れすぎた気もしますが、まあいいでしょう。で、今回用意したのが、こちら、塩コショウですね。と、ジンギスカンのタレなんですよ。これめっちゃうまそうなんだよね。あと、最後に、この白いご飯と。じゃあもうお腹も空いたんで、食べていきましょう。いただきます。じゃあまず、このお肉ね、何もつけずに、はいはい、お肉はね、こんな感じでございます。早速いただきます。うん、うまっ。あのね、臭みゼロ、ほぼない。野菜のね、香りがめちゃめちゃくるんですよね。いや、でも待てよ、後味にちゃんと臭みはある。いいね。僕こうラムとかマトンとかちょっとね、香りが残ってる方が好きなので、これね、ほのかに後味にふわっと鼻に抜けるその動物臭さっていうのがたまんないですね、これ。あ、うまい。うん、でもフルーツの香りがねめちゃめちゃするんで、油もねしっかり乗ってるんですけど、あっさりしてる。お野菜と一緒にこのジンギスカンのタレで、はい、こんな感じ。うまそう。いや、これ絶対うまいじゃん。あ、うまい。あ、このタレめちゃめちゃうまい。よいしょ、これライスといったらこれ最高でしょ。これはお米進んじゃう。うめえ。もう、うん、フルーツの香りがすごいわ。めちゃめちゃ入ってる。これさっぱりと、この塩と黒胡椒、
こっか。もうね、お肉自体がうまいんで、もうシンプルなものでも、もうめちゃめちゃうまい。今日もめっちゃうまい。なんとなく気づいた。多分だけど、お肉のタレはね、入れないのかもしれない、これ。程よくにしか。だってもうびちゃびちゃだもん。これは多分僕、ミスってますよね、絶対。まあでもね、入れた分、焼き目とかつかなくて、その香ばしさは確かにないんですけど、これタレ自体がもう美味しいので、その味がね、この野菜に染み渡って、一緒に食べるとさらにうまい。これはこれでありですね。今日もこれがないとね、始まらない気がする。これいっちゃいましょうよ。これ緑の子ね。よし、そして先にね、皆さんとご一緒に乾杯ということで、あーうまい。でもやっぱりこれそのまんまじゃなくて、お肉とね、一緒に飲んだ方がうまいよね。やった！いくらでもいけちゃうな。もっと頼めばよかった。ちょっとご飯がなくなっちゃったんで、おかわり、取ってきまーす。はい、はい、はい、と。炊きたての白いご飯、ゲットでございます。じゃ、そのまま食べよう。お米ってうまいね。やっぱお米うまい。時間が経つにつれてね、このタレの方に油が染み出てくるんで、これがね、またうまい。野菜にも旨味が乗っかるし、最高ですよ。いやー、今日めちゃくちゃいい日ですね。めっちゃいい日。正直今日はお肉とか野菜でね、鉄板にある具材だけでも、まあ2キロあるかないかぐらいかな。軽めの、ちょうどいい感じでございます。でもこうジンギスカンって北海道の方ではメジャーだと思うんですけど、やっぱりその関東の方だとこうラム肉とか売ってるお店が結構少ないんですよね。もっとこう肉がね流通して食べやすくなったら絶対入ると思うんですよね。めっちゃうまいもん。ジンギスカン家でやりたい。いやーでもそれにしても暑い。今ね、がっつりエアコンつけてるんですけど、それでも暑い。ポッポッしてきた。冬の温まりたいって意味合いの鉄板もうまいですけど、これね、ちょっと汗かきながら食べる鉄板ってもっとうまくないですか？わかります？僕好きなんですよね。あの夏でも鍋食べたくなっちゃう派。ビールも取ってくよ。おかえりおかえりおかえり、へっへっへい。今ね、嫁さんとチビちゃんがお買い物から帰ってきた。ご機嫌だったよ、ご機嫌。やっぱなんか不思議とこういう鉄板系ってさ、量もね、思ってる以上に食べてなかったりするんですけど、満足感がなんかすごいよね。ゆっくり食べてるからなのか、美味しさなのか、雰囲気なのかわからないけど、満足感はすごい。ご飯、完食でございます。
ビール、ビール、ビール。開けんの忘れてた。はい、ということでこちらが最後の一口でございます。よいしょ。今日もめちゃめちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということでタイマー完食いたしました。多分ね、僕の作り方間違ってる。でもそもそもね、お肉のつけだれがめちゃめちゃ美味しいので、これはこれでありです。お肉のつけだれにもね、リンゴがめちゃくちゃ入ってて、香りがすごい立ってるんですよ。なので、お肉の方に羊臭さっていうのがほとんどなくて、ただ、旨味として後味にね、ほんのりと残ってる感じなので、これがね、ちょうどいい塩梅で、最高でございました。今回買ったお肉については、ネット通販の方で購入いたしました。購入ページはね、概要欄の方に記載しておきますので、気になった方は、ぜひそちらもご確認ください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。